ちは、ポッシュ。こんにちは、ポッシュガールズです。みゆです。よろしくお願いします。はい、ポッシュガールズのキュートボイス、リオナです。よろしくお願いします。ポッシュガールズの白雪姫、つぐみです。よろしくお願いします。はい、ポッシュガールズのラップ&ダンシングマシン、ミーナです。よろしくお願いします。はい、もともと私たち8人組で、韓国、そして日本のメンバーが集まった、ガールズグループで、去年の1月にデビューをさせていただいたんですけれども、今回はその日本人メンバー4人が集まったポッシュガールズ J というグループで、今年は日本での活動をさせていただいております。はい、今回は私たちにとって初となる日本でのミニデビュー、デビューミニアルバム、ラリララっていう曲なんですけど、もうタイトル曲がラビララで、ちょっとこちらのジャケット写真とは違うんですけど、本当に発売される、ジャケ写には2個ポーズをメンバーみんなやっていて、なぜかというとラビララという曲のコンセプトが子猫っていうのが、はい、コンセプトでありまして、でこの曲はですね、ちょっと韓国ではガッチュっていう曲がデビュー曲だったんですけれども、その時とはよりポップで、そしてよりレトロ感のある、コンセプトになっています。なのでまた、ガッチュとは違ったポッシュガールズ J らしい、ちょっと可愛らしい一面が、見られるアルバムとなっております。はい、ぜひたくさんの方にラリララを聴いていただきたいです。ラリララはこう鼻歌とか歌うときにラララララって皆さんやったことはあると思うんですけど、そういうのも含めてラリララっていう言葉に幸せを伝えるっていう意味合いがあって、でこの言葉が結構曲のキーワードとなるワードなんですけれども、そういう意味も含めてこの曲を聴いて皆さんに幸せになってほしいっていう、はい、思いが詰まった一曲となってます。やはり私たち日本だとやっぱり紅白歌合戦に出演できたらもう本当に一番の目標ですね。はい、そうですね、3年以内はい、3年以内で、ね、紅白出演を目指したいです。はい、そうですね、やっぱり一番はみんな結構個性豊かで、あとはちょっと今は日本人メンバーだけで活動させていただいてるんですけれども、日本人メンバー4人と韓国人メンバー4人で半数が半々で日韓っていうのは結構 K-POP 世界の中でもすごく珍しいので、そういった国際的なグループとしていろんな日本、韓国だけでなく世界的にもグローバルな活動もできたらと思っています。なんか新しいスタイルかもしれないですね。そうですね、なんか K-POP も全部 K-POP 韓国で制作されて、ね、韓国で制作してもらってるんですけれども、人間が日本人って言って、K-POP、新しい K-POP なスタイルをこう、ね、発信して、今回も全曲韓国のプロデューサーの方が、ね、作っていただいたので、はい、新しいですね。こうやって日本人メンバーだけで集まってユニットをするっていうのも結構珍しいと思うので、そうですね、そういった幅広い、幅広く豊かな活動を、はい、今後もしていけたらと思っています。はい、実は私たちすでにね、
韓国に行った時はかなり厳しい訓練、レッスン、そしてトレーニングをして、1日もう10時間以上、最低10時間でもトレーニングをしましたし、やっぱり大変だったのが家族と離れてるので、そういったこう、ね、メンバーのみんながいるからこそ一緒に最後まで頑張れたんですけれども、そういった ない環境でこう、ね、自分たちの目標に向かって一緒に頑張って、なので今後もそういった初心を忘れず、精一杯女子ガールズがよりたくさんの方に知っていただけるように引き続き頑張っていきたいと思っています。すみません、確認なんですけれども、1日10時間というか1週間毎日も休みなく、そうですね、休みなくも朝起きてすぐにレッスン、スタジオに行って、で夜遅くまでやって、帰ってもう寝るっていう繰り返しのルーティンです。はい、実は本当に個人的なことになってしまうんですけれども、私カフェ巡りが大好き でいつかもし本当におばあちゃんになって体も動けなくなったら、ちょっと自分の、カフェを開きたいっていう思いがあります。はい、はい、私はそうですね、歌手活動以外と言われたらちょっと、いろいろやりたいんですけれども、テレビ番組にも出たいなぁと、日本のバラエティ番組とか、いろいろ、で、スポーツとかがすごい得意なので、なんか、運動のスポーツ番組とかに出れたらいいなって思ってます。そうですね。私もテレビ番組、自分が出ることは多分好きな方だと思うので、あと食べることがすごく大好きなので、番組、いろんなバラエティ番組にも私も出て、いろんなものを美味しく食べたいです。私は個人的にファッションがとても好きなので、自分でプロデュースしたブランドを出したいなっていう気持ちが大きいです。みんな一人ずつ。そうですね。はい。じゃあ、私、みゆからいきます。実は私も夏はちょっとこう、暑がりというか、あんまり夏にちょっと弱いんですけど、毎年一回家族で、もう大家族で川でバーベキューをするっていうのを毎年やってて、で、去年はちょっとこう、デビュー控えていたりとかして、家族と過ごす時間がすごく少なかったので、あと今年の夏は、家族と一緒に過ごせる日があったら、ぜひ川でバーベキューしたいです。はい、はい、ミオです。私はカフェ巡りが好きって先ほど言ったんですけど、ピクニックも大好き でまだこの4人でピクニックをやったことがないので、ちょっといい天気の中、かわいらしいおしゃれなスイーツとかと一緒にみんなでピクニックがしたいです。はい、去年の夏はちょうどデビュー前ということで、もう練習の毎日で外にもうあんまり出れてなくて、本当に夏なのかどうかわかんないだったので、今年はみんなで海に行きたいです。いいね。じゃあ私はですね、メンバーとやりたいことがあるんですけど、花火を買ってみんなで花火をやりつつバーベキューもして、デザートも食べて素敵な夏を過ごしたいなって思います。はい、ありがとうございます。